こういうね和のねデザートは美味しいよね。あれくず餅より美味しいぞ、なんちゃっての方が。皆さんこんにちは、いつも YouTube を見てくださってどうもありがとうございます。今日は冷蔵庫に余ってしまってる、片栗粉とかなんかそんな粉物を使ってなんちゃってくず餅を作ってみたいと思います。以前ねわらび餅も作ったんですけど、あれも簡単だったんだけど、なんかお客さんが来た時とか誰かが来た時にね食べさせてあげたりとか、そういう時にはこっちのなんちゃってくず餅の方がいいんじゃないかなと思います。では材料紹介です。まずは粉寒天ですね。はい、こういうのがスーパーに売ってます、粉寒天。はい、これが 4g です。それと砂糖大さじ2杯、これに対してお水200です。はい、ここ1パックと思ってください。で次片栗粉、はい、冷蔵庫の中に余っちゃったりとかしてますよね。これが 100g です。でこれに対してお水が200、これも1パックと思ってください。そして最後に、肝心なきな粉、はい、それと、黒蜜、これ適量で用意させてもらいました。くず餅を固めるためにこういうバットみたいなのがね、もし四角いのがなかったら何だろう、お皿とかでもいいですし、バット と、ラップを用意してください。はい、こういうラップを用意してください。では始めていきたいと思います。バットには少し長めのラップを、こういう風に、わあ大げさじゃないのと思うぐらいの長さなんだけど、はい、こういうこんな感じに、そして角のところね、角のところを合わせてね、ここでね、くず餅形をね伸ばしていくので、はい、こんな感じですね。これ後で、くず餅を、なんちゃってくず餅を流し込んだらもう一回ラップをするので、こんな風に大きくねやりました。次は、鍋を用意してください。鍋ね、はい、で鍋を用意してもらったら、ここに寒天、粉寒天を入れました。次お砂糖大さじ2杯です。お水200です。この火にかける前にこれしっかり混ぜました。片栗粉とお水200ですね。片栗粉は、100g です。はい、お水にね、今混ぜてもねどうせ沈んできちゃうんだけど、はい、こんな感じで、よし、はい、混ぜて用意だけしておきましょう。では火にかけていきたいと思います。もう混ざってるからね、中火で、はい、混ぜていきます。粉寒天はねしっかり水では溶けないので、しっかりしっかりこうお湯でね温めて溶かしましょう。はい、沸騰してこんなとろみが出てきました。はい、そしたら止めます。ここで一旦火を止めますね。火をね絶対止めてね、沸騰したままやらないでくださいね。片栗粉 100g を、200のお水で溶きました。それを入れていきます。はい、ここに入れていきます。はい、一旦このお鍋でね火つけてないからねまだね、混ぜてください。こんな風に、はい、これをまた、中火でくる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 回しながら透明になるまで待ちます。バットだけ用意しておいてくださいね。はい、バット、それと濡れ布巾、こういう濡れ布巾用意しておいてください。ちょっと火が強いかなと思ったら少し弱くしてね、あっという間に目固まってくるからね。よし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 、でここで練っておいてね、必ず練ってくださいね。よし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 、あ、いい感じ、しっかり、ほら、はい、こうなったらもう火を止めます。そしたら、バットに入れます。よいしょ、ドン。これ熱いですからね、それだけ気をつけてね。で次上からラップをします。同じぐらいにビッと、少し大きめにビッと、でこの濡れ布巾みたいなねしっかり濡らして、これでギューッと、これね、さすがの私でも手でやるとね、熱いですからね、こんな風に綺麗に平らじゃなくてもいいんだけど、後でね、この後固まったらもう切るだけだから、切って食べるだけだから、ここでねしっかりね形を整えておきましょう。ほら、なんかわかる？見える？こんな感じ。ではこれを冷蔵庫で、しっかりね冷やして固めていきたいと思います。はい、だいたい20分ぐらいか
な。あとね、少しまだちょっとほんのりあったかいかなぐらいなんだけど、じゃーん、綺麗にできました。よし、お、いい感じ。あ、でね、もし固めすぎちゃって硬いなと思ったらレンチンしてください。レンチンすれば大丈夫だからね。くず餅だから三角に切ろうかね、これをね。こんな風にね、三角にね、全部切りました。じゃなくてね、いいかもね、何個か、何個かずつでね、3個くらいかな。残ったらまたね、冷やしておいてくださいね。はい、今日は3個ずつちょっと盛り付けたいと思います。次、えきなこ。うわ、おいしそう。お待たせしました、なんちゃってくず餅完成です。こういうね、和のね、デザートは美味しいよね。ではいただきたいと思います。それではいただきます。もうね、年を取るでやっぱりね、和の方が美味しいね。あの生クリームとかよりね。ほら、わ、美味しそう。この下に溜まった黒蜜をたっぷりつける。いただきます。あれ、くず餅より美味しいぞ、なんちゃっての方が。噛むとほろほろって感じになって食べやすいかな。美味しい。冷蔵庫になさそうなの粉寒天だよね。粉寒天ってでもスーパーのほら寒天とかゼラチンとか売ってるところに並んでるから買ってみてください。あの一回買ってくれたら他にもまた粉寒天使うものを考えますので。美味しい。これはね、美味しいですよ本当に。自分で言うのもなんだけど、ぜひ皆さん、すごい簡単なので、それとあとこうこねたりとかね、なんかちょっとやって楽しいですから、よろしければ作ってみてください。いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日は見てくれてありがとうございました。